はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらセブンイレブン呪術廻戦、はい、こちらのキャンペーンがね始まりましたね。はい、6月3日から。はい、これ何のキャンペーンかって言ったらね、とりあえずこの対象のパウチゼリーを2個買うと A4 クリアファイルを1枚プレゼント。この期限がね2週間ぐらいですね。はい、でデザインはこの5種。はい、まあもちろんね五条先生欲しかったんで買いに来ました。はい、でねこれ結構なくなるの早いだろうなと思ってね行ったんですよね。はい、果たして変えたのか。結果はこちら、じゃじゃん。はい、五条先生ありました。いや結構ね10時ぐらいに行ったんですよね、午前。うん、そしたらまだありました。つっても五条先生だけ1枚ラス1だったんですよ。あとは確か6枚ずつあるんですよね、1キャラクター6枚ずつで、五条先生だけもラス1だったんですよ。他はまだ4、5枚ありましたね。はい、で全員集合。はい、この2種類もらいました。はい、で対象のゼリーがねこんな感じなんですけれども、自分ね結構朝食はこういうゼリーで済ませてるんで、自分はもうドストライクに買うものだったんで良かったです。はい、結構こういうプロテインゼリーとかね買ってます。はい、なので無駄な買い物じゃなくていつも買うものでもらえたっていう感じでね、すごいお得感がありました。はい、で日が変わってね6月10日から今度は缶バッジ全4種各8個先着32個です。まあ1店舗ね、1店舗で先着32個で、缶バッジの絵柄は、はい、クリアファイルと同じ柄の缶バッジ。はい、でこれの対象商品はタケノコの里、めっちゃ好きです。はい、これもね普通に買うものなんで、あればぜひ買いたいですね。3個買って五条先生だけでももらいたい。はい、で6月17日になると今度はなんとアクリルチャーム全4種各5個で先着20個。はい、まあデザインはね一緒ですね。はい、で対象商品こちらですね、今度は飲み物。はい、私小祝いのカフェオレ大好きです。で生茶も飲みます。これもね普通に買うものなんで、それにでもらえるんだったらラッキー。はい、まあ、おそらくないだろうね。でセブンイレブンでねアプリをゲットしてそれで買い物をするとね、どんどんバッジのランクが上がっていくんですよ。銅、銀、金ってね。はい、それに合わせて銅だと対象商品20円引きで、オリジナルブロマイドが50万枚。まあこれはねマルチコピー機で印刷するやつですね。はい、で銀になると対象商品30円引きにオリジナルブロマイドが50万枚。はい、これもマルチコピー機。はい、で金になるとなんと等身大パネルが当たるっていうね、合計100名。これはめっちゃ欲しい。この五条先生当たった日にはもう死んでもいいね。それぞれの身長があるんで、その分パネルがでかいんですよね。板取りは176、伏黒でかいね190、釘崎161、は五条先生196もあるよ。はい、といった等身大パネルが当たるっていうねすごいキャンペーンです。当たる気がしないといった感じのキャンペーンをやってました。
そしてここで終わらない。ちょうどねセブンイレブン行ったんで普通に買い物をして、こちら鬼滅の刃、はい、そちらのね胡蝶忍が好きっちゃ好きなんですけど、そうじゃなくてしっとりチョコが欲しくて買いました。はい、胡蝶忍いいね、はい、しっとりチョコ、これは別に何もおまけがついてないです、デザインだけですね。はい、それとあと、はい、鬼滅の刃ソーセージ、はい、こちらなんで買ったかっつったらね、半額になってたんですよ普通だったら200円ぐらいするんですけど96円だったんで買いました。しかもオリジナルカード1枚入り、はい、それを2つ購入しました。これをね今回は開封したいと思います。はい、はい、では早速ね開封しちゃいましょう。出します。ここでカードが見えるんだね。はい、じゃあ見ちゃいましょう。せーの、わからない。はい、いきます。せーの、あ、胡蝶忍、やった、自分の中では当たり、胡蝶忍、場面紹介っていうのもあるんだね、うん、はい、このこういう感じのちょっとキラキラしたカードですね。はい、はい、では2つ目はねちょっとカードだけを出せるようにしたいと思います。これだ、よし、いきます。2つ目、せーの、あらららららら、あらららら、っていうことでもないけど、伊之助と炭治郎、なんとも中途半端なデザインですね。デザインっていうか場面ですね。どっちかがアップとかだったらいいんですけど、どっちも離れているっていうか、中途半端。ちょっとねこう照らすとねソーセージの油分がねついちゃってるんですよソーセージの油分が、はい、まあ場面紹介もありますけれども、はい、伊之助と炭治郎、いや富岡さん欲しかったな、富岡さん一押しの富岡さん、はい、まあでも胡蝶忍が出ただけでもいいですね。はい、はい、といった感じでね今回は短いですがこの辺で終わりたいと思います。まあ皆さんもねセブンイレブンあってもしねクリアファイルとかそういうの見かけたら購入してみてはいかがでしょうか。ということでご視聴どうもありがとうございました。